イースター島のモアイ像についてですが、日本の宮崎県にもモアイ像があります。日本が勝手にモアイ像のレプリカを建てたように見えますが、イースター島のモアイ像を復元したのは日本の企業でした。復元によってイースター島のラパニュイ国立公園は世界遺産に登録されました。そのお礼にチリは日本に対してモアイ像の復刻を許可したのです。ベトナムのダナンにあるライオン橋、日本橋があります。1593年に日本人町に住んでいた日本人が橋を架けました。橋の片側は日本人町。もう片側は中国人町でした。鎖国前、日本人は東南アジアにも広がっていました。ライオン橋はベトナム人の間では日本橋として親しまれています。若いベトナムカップルが橋の前で結婚式の記念撮影をしたりします。この橋のあるホイアンは世界遺産に登録されました。日本には古い建物や遺産が数多く残され維持されてきました。その理由の一つは、日本は有史以来国体を維持し、その意味で世界で最も長く存続している国家としての歴史を持ち、ギネスブックにも登録されています。優れた建築物を作る技術が継続して発展したということと、それらを維持修復する技術が高かったため、多くの歴史的な遺産が残されています。韓国の石窟庵があります。1909年、郵便局員が配達途中に偶然発見しました。倒壊寸前の状態だったのですが、1913年から日本人が修復を行うようになりました。日本の統治が終わった後、1961年から韓国が再度修復をしましたが、日本がでたらめに仏像を並べたと言い出し、韓国は独自の配置に並び替えてしまいました。その後発見当時の写真と詳細な配置図が発見され、日本の配置が正しかったことが明らかとなりました。韓国は石窟庵は1000年以上、完璧に保存されてきたが、日本が嫉妬し、セメントとコンクリートを塗って破壊したとし、日本は嫉妬に目がくらみ、石窟庵を毀損した野蛮な国家としました。石窟庵は1995年に世界遺産に登録されました。朝鮮半島では歴史を保存するという考え方が薄く、儒教の影響もあり仏教関連のものは廃絶され放置されていました。朝鮮半島の歴史を体系的にまとめたのは、なんと日本統治時代の日本人でした。日本の敗戦後、日本がまとめた朝鮮史は植民史観とされ、作り替えられました。歴史を忘れた国に未来はないと、日本に対し、いつも韓国は言っていますが、実際には全く逆なのです。日本が石窟庵を正しい形に復元し、世界遺産に登録されたことが悔しい。納得がいかない。ちなみに石窟庵は朝鮮半島初の世界遺産登録となりました。今では日本が日本の遺産を世界遺産登録しようとすると、それは強制労働の場所だからダメだと言いがかりをつけ、我先に邪魔をしようとする国。それが蚊の国なのです。さて今回は日本と韓国の世界遺産の関係についてお話ししました。この動画が良いと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。